皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。あまっちの部屋行きたいの？あっちの部屋行きたいみたいですね。寒いからさ、閉めてようよ。こっちの部屋の方があったかいよ。こっちの部屋の方があったかいよ。こっちの部屋は寝室なんですけど、寝たいの？散歩から帰ってきたから眠い？休みたいの？こっちの方があったかいよ。向こうの部屋寒いよ。ガッチで遊ば。全然聞いてくれない。こっちで遊ぼう、ハム。こっちで遊ぼう。こっちで遊ぼうよ。ん？行きたいの？あ、今度はそっち行きたいの？こっちは玄関なんですけど、今度そっち行きたいの？なんでこの部屋やだ？この部屋やだ？ハム。この部屋が一番あったかいのにな。行きたいの行きたいの、そんな泣いて、そんな泣いて、普段あんま泣かないのに。あっちになんかあるんだ。あっちになんかあるんだ。こっちのあっちの部屋に。じゃあ取り行ったらすぐさ閉めるよ。ドア舐めない、ドア舐めないよ。じゃあ分かった。なんかおもちゃ取り行きたいの？おもちゃ向こうの部屋なの？じゃあ取ってきたらすぐ閉めるよ。じゃあ取ってきな。あったのかな。ただあっちの部屋に行きたかっただけかな。これか、これか。おもちゃが向こうにあったのね。じゃあもう閉めるよ。じゃあそれ取ったからもういいね。はい、じゃあ閉めます。はい、じゃあおもちゃが欲しかったんだね。すごいじゃん、向こうの部屋にあるって分かったの。すごいじゃん。まあ、自分で置いてったんだけどね、ハムね。自分であっちの部屋に忘れてきたんでしょ。でも思い出して偉いね。このおもちゃを取りに行きたいだけだったみたいです。うわっ。